それでは山本先生、お願いします。皆様、こんばんは。セブンス・アドベンチスト天沼協会の秋の講演会に、皆さんとご一緒に参加できまして、心から嬉しく思っております。ご紹介ありましたように、今回のテーマは、失われた世界とその回復の希望でございます。 そして今日は、えー、昨日に続きノアの洪水についてお話ししようと思います、えー、昨日はノアの洪水がどうして起きたんだろうか、まあ、それをいろいろと考えましたけれども、えー、ジョン・カルバンというあの宗教学者の言葉を昨日は引用いたしましたその中にこういう言葉がありましたんですね 神はあの洪水で人間だけでなくて動物たちも植物も滅ぼしてしまった。それはなぜか、まあ、カルバが言うにはそれは動物たちは人間に従って人間に従属していたから人間が滅ぶその時には動物たちも一緒に滅んだのである。 なかなか厳しい言葉だなと思いました。動物たちは罪がなかったかもしれないけれども。人間の罪によって。人間と一緒に。洪水で滅びてしまったというわけであります。まあ、いろいろな動物の化石を、まあ、私は研究しているもんですが。化石を見ますと。昔の動物たちがこのような冷たい石になって。 土の中に渦もれているということ、それをまあ私たちは放り出すわけですが、その時に、やはり神様の言葉なぜ動物たちはこういう状況になってしまったんだろうか、考えながらまあ発掘しています。カルビンは、ズバリ人間の罪のためであると言っております。今日は そのことを頭に置きながら滅びて化石になってしまった動物たちの思いをた <laughs> どってみようと思いました、えーまあ、私はあの今恐竜の発掘恐竜化石の発掘を携わっておりますそうするとですね恐竜の化石を発掘している時そこに出てくる骨を見るとですねやはりああ彼らが彼女らが 生きている時はどううだだったんだろうかそして今こういう冷たい化石になっているのは本当に残念だったろうななんて思いながら発掘しているわけです。ところがだんだんこの恐竜の発掘そしていろいろな恐竜についての知識ができてきますとですねなるほどなすごいなと思うことがたくさんあります。もちろん私は恐竜も天地創造の時に神様に作られた 尊い動物っった信じててまますすしそう思ってますとするならば当然ノアの洪水の時の箱舟にも恐竜たちは入ったそういうことを考えながらです、ねまあ、恐竜の化石を発掘しているとです、ね、いろいろな思いが出てくるわけですまあ今日はその中の一端を皆さんと共有できれば嬉しいなと、まあ、思っております、まあ、特に恐竜が どういうい気持ちであの洪水に滅びてしまっただろうか、まあもちろん動物の恐竜に人間と同じような思いがあったかどうか分かりませんけれどもでもどうなんだろうかなと思うわけです。パウロは新約聖書の中で「全ての被造物は神に作られたものはみんなあがなわれるのを待ってるんだと」とそうするとその中には当然洪水で滅びてしまった動物たちも やっぱりそういう思いを持って神様に贖がわれることを望みつつ死んでいったんだろうかななんも思うわけでございますではご一緒にですねその化石になってしまった恐竜たちそれをご一緒に学んでみたいと思いましたえまあ大は悲しき恐竜たちしかしその真実はどうだったんだろうかというわけでございます 愛する恐竜がちょっと出てきました。<laughs> 恐竜の真実、ノアの洪水を証しする恐竜たち、想像論最前線の恐竜発掘現場よりのレポートでございます。今日本は恐竜ブームです。ですね。まあ何かイベントがあるとポッと見るとそれは恐竜の。 博物館であったり博物館であったり博物のあですねとにかくもう恐竜のブームですこれはあのこのピラーはですね2009年7月のマクハルメッセで行われた恐竜展のまあパンフレットですけれども、まあ、こういうのを見るとですね人々はみんなほっと言って集まってるんですね 集めてる恐竜の本ですけど本というか、えー、雑誌なんかですがあのもうとにかく恐竜恐竜いっぱい出ております、うん、そうするとですね恐竜についての質問がたくさん出てきます特に若い小学生とか中学生です、ね、いろいろな質問してきます、まあ、それを踏まえて今日はご一緒に考えてみたいと思いました恐竜がいたってどうしてわかるのどれほど大きかったの どんな姿だったたののいつ滅びたのどうして大体これが恐竜についての私に寄せられる質問でございます結局は恐竜ってどんな動物だったのということでしょうねでもですねそれならばと言って聞いてみると結構彼らはですね質問する彼らは恐竜についていろいろ知ってるんですねああ私よりもずっとずっと恐竜の名前とかですね やれそのどんな顔をしてるとかどんなあれだったの詳しいんですねところがですねそういうの聞いてますとですねやっぱり私が思っているというか私が考えている恐竜とだいぶ違うんだなと思いますそしてそれは明らかに少年少女たちは間違って覚えてるな間違って理解してるなということが多いんですそれで私はですねそういう方々のためにも恐竜の本当の姿 本当の恐竜はどうであったか、それ現在のまあいろんな発掘とかいろんな科学的なデータによって分かることですが、それをぜひ知らせなくちゃいけないなとまあこう思ってるわけでございます。恐竜ってねってみんな言います。でもですね、彼らの知識も大体こういう雑誌とか何かから得たものです。そして得てしてこういう雑誌の中にはですね、本当でないことがたくさん書かれているわけです。まあいろいろ事情があるんでしょう。 でもこれやっぱり何とかしなくちゃいけない私は思っているわけであります。で彼らの印象は何かちょっとですね恐竜というとガオなんです,です、ね。この恐ろしい声を出してですね恐ろしい顔をしている動物、ね。まあちょっと二三のカバー見てもですねあ恐竜こんなような顔してるこんなような顔してるこうなんだこうなんだこういうわけですねこれでもかこれでもかとこの恐ろしい顔が出てくるわけです。うん まあこれはあの有名なまあ今一番有名なあのまあ恐竜の骨をですねそれにまあ肉をつけたまあ復元したものですけどねまあかなり大きいですねこれは口を開けてますがこの中にすっぽり私の頭が入ります何回か入れたことがあるんですけどね大きいですねそれだけ大きな頭を持っているそういう恐竜がいたと実際これは化石から復元しているわけですからいたんですね でその骨を調べてみると、まあ、この恐竜はですね、大体70%骨が発掘されています。普通、恐竜はですね、20%、30%くらい、どんなに多くても50%、半分骨が出れば、ああ、大したもんだっていうんですが、この恐竜は70%骨が出てますん、ね、で、大、ま、体、あ、いいその骨で組み立てると、生きていたときの姿。 ね、かなり正確な形で復元できると思いますね。それをこう復元します、そうするとこんな形になるわけです。まあ、これはちょっと古い復元の方、あれかなと思いますけどね、最近はもう少しですね、えー、まあ毛が生えたりなんだりしてますけどですね、でもこういうのが出てくるわけです。と、その形、これは地上最強の肉食獣になってくるわけです。で、これがですよ、新宿を歩くとこうなるわけです。新宿のガード下を歩くとですね あこれは確かに恐ろしいです、ねうん、まあそばを走っている自動車とか何か、まあ、歩いている人を見るとですねこれはとてもかなわないな恐ろしい、まあ、そういう感じが恐竜について持つイメージと言いましょうか姿だと思います一方ですね恐ろしいということもあるんですが大きいということも恐竜の一つの特徴ですこれこの恐竜の骨はですねこれはあの内モンゴルで発掘された恐竜の骨です この下の方にお母さんと子供が立ってます。わかりますね比べたらどれほどこれが大きいかわかりますね。これ、こういう恐竜が実際にいたということ、これは化石、掘り出した化石からわかるわけですで。そういうものをみんな一緒にしまして、恐竜のイメージ。大きい、恐ろしい、肉食獣、怖い。まあこれが皆さん方のあっちに。 小さな子供たちのイメージじゃないでしょうかでも本当でしょうかどうですかもっと詳しく恐竜を調べてみましょうというわけです恐竜がいたってどうしてわかるのはい、恐竜の足跡が残ってますこれはあのアメリカにまあアメリカたくさん恐竜が出るんです恐竜の骨が出るんですがその足跡の一つです、うん えー、スケールがありますがこの白いところ10センチ書いてますねでここからここまで30センチですですからこの足跡はこれ50センチ以上ありますね五50センチの足跡をつける恐竜ですからこれかなり大きかったでしょうね、うん、足跡の大きさはどのくらいあったんでしょうか、うん、私の友人ですけれども恐竜を研究している、えー、女性です,です、ね、彼女は今恐竜がつけた足跡に手を入れてます えい大きな分かりますねこれはあの彼女と彼女のハズバンド夫がですね寝転んでますこの寝転んでる間にですね恐竜の足跡が下からずっと上につ続いてるんですこんな大きな足跡がこの二人の間についてるわけです、うん、これは別の足跡ですがユタ州から出た足跡ですこれは先ほどの足跡と違って三つの 指がありますね3つの指がはっきりしています指が3本ある恐竜の足跡それはだいたいですねその恐竜は肉食獣です,ですね。ボンとこうどのように丸い足跡をつける恐竜はだいたい草食竜類ですねですから足跡を見ますとだいたい大雑把ですが例外はわずかありますけれども三つ足ならばいや三つ足は 3本指ならば、ねえー、肉食恐竜ボーンと丸ければ草食恐竜じゃないか、まあこう言えるわけです、えー、この足跡はよくはっきりしませんがボーンと丸い穴が開いてますからこれは草食恐竜の足跡だなと分かるわけです恐竜がいたってどうして分かるそのもう一つのまあ証拠といいましょうかそれは実際の化石が残っているということです恐竜の骨が。 化石になって残ってて残いいるということですここにあるのはほらだ大腿骨大体、まあ、いい哺乳類は同じようなところについてますけれども腰の腰から足の先の方に出ている一番大きな骨ですね腰のところについているやつこれはここからここまで1メートルかなり大きなものですねこれは恐竜の化石大腿骨の化石です我々はですねこういうその恐竜の化石を 発掘に毎年アメリカに出かけてます。我々と言いますけど、日本からは私一人しか行ってないんですけど、ね、<laughs> あのアメリカにアメリカのアリゾナごめんなさい、アリ, <coughs> アリゾナのですね、えー、南いやアメリカの南にあります私たちの大学、サウスイースタンアドベンチストユニバーシティ。 という私たちのセブンス・ダード・ベンチェースの大学がありますが、そこの地質学部が毎年夏になりますと、サマースクールをやります。夏の間にですね、4単位のクラスをやるわけです。で、場所はですね、うん、あの、ワヨミング州なんです。半砂漠。ワヨミング州の牛の牧場、そこで掘ってます。牛の牧場といってもですね、砂漠なんです。牛が食べる草がちょっと生えているだけの砂漠です。 そこにですね恐竜の化石がたくさん出るということが分かってますので、まあ、そこで私たちは毎年、ねえー、ワイオミング州で一番発掘にすごうのいい、つまり雨の一番少ない6月いっぱい、そこでクラスをやるわけです、大学の。その大学のクラスに私は参加しながら、ですね一緒に恐竜の骨を掘っ,掘,っ掘っているわけですが、これはそのベースキャンプです。真ん中に大きなテントがあって ですね、そして、まあ、野外の礼拝,礼拝とか何かを周回をするテントがありまして、その周りにですね、自分たちが1ヶ月寝る場所、それはみんな自分で確保しなくちゃいけないんです、あるものはです、ね、あのキャンピングカーを持ってくる人もいます、これはもうあのフリーウェイから40マイル離れたところにありますけど、ね、でも我々はですは、ね、キャンピングカーがないものはテントを背負ってここまで来るわけです。ですね、つまり我々は全部ですね このベースキャンプの周りに自分一人一人のテントを張ったりなんだりして生活しながら恐竜の発掘をしているわけです。まあ、我々はクリスチャンですから朝はですね礼拝を持って始めます。そして礼拝をしてそして今日一日の仕事の割り振りをしてそしてですねそれから出かけるわけです。実際の現場はですねこの大体まあ50ヘクタールという。 いうんですが、まあ、かなり広いところにですね、十いくつ、私たちは恐竜の骨を振る、路、まあ、頭といいましょうか、それを持っております。まあ、こ,れはこれはその路頭の一つですが、これは2007年の6月の様子を写してますけどですね、まあ、たまたま私も写ってますけどね、ね <laughs> これは9年ですね、9年です、はい、こんなところでですね、まあ、日中、まあ、日本の温度にすると40度から50度上がるところ、そういうところでですね、 一,応一生懸命汗を流しながら、えー、恐竜の骨を掘ってるわけです。まあ汗くたつてしょうがないんですけどねしょうがないですねれはね掘らなくちゃいけない。まあ、いろいろな、えー、道具を使いながら掘ってます,です、ね、大きな恐竜の骨はですねとても小さな、えー、スコップとかハン,ハンマーの中では掘れないので、うんあのー、エアコンプレッサー使ってですね周りの岩を砕きながら掘りますまあ本当に大変な仕事ですがですね これはたまたま私が2009年かなんかに発掘した骨ですけれどもですね、大体私は一夏20個から100個くらいの間の骨を掘ってますね。まあ、これはそのうちの一つです。これは何の骨だと思いますかね、これは。これはです、ね、肩甲骨、肩の肩甲骨です、恐竜の。うんえー、ですから、1頭の恐竜に2個ついてるんですけどね。で、これは私が持っている折り尺です。 折って小さくなるわけですが、これ広げますと50センチ、50センチここからここまである、これが肩甲骨、かなり大きな肩甲骨ですね。これ、2000何年か掘ったんですが、びっくりしたのはですね、こうやって掘り出す骨はですね、大抵みんなピカピカ光ってるんです。これ私が磨いたんじゃないですよ。土から出てきたときもうこうなってるんです。これは不思議なことでした。掘り出す 恐竜の化石みんなとは言いませんけどですね泥にまみれてるのもあるんですけど大抵ピカピカ光ってるんです、うん、まあここにはですねあの、まあ、その辺たくさん掘ったものがごちこごち出てますけどですね、まあ、ここにあるのがですねこれはですね実はあの恐竜の背骨なんですが背骨から出てるひだと言いましょうかですね、えーまあ、背骨から出てるまあ骨なんですかですね実はこの骨これはあのグローブみたいな形してますがね この下のここ、こっちが上です、この下です。この下のところに実はですね、この恐竜の骨盤があるということが分かったんです。骨盤が出てくるということはですね、これはすごいんです。まあ、それでオスメスがわ分かりますし、ね、どのように足がついてたんだろうか、どうだろうか、わかるわけですね。これはまあ偉大なる発見であったわけですけどね。これを掘っているとですね、そのこちら側にですね、また掘っていったら、大きな大腿骨が出てきました。ね これもまた大物だったわけです。1メーター80何センチありました。うん、わあ、これを掘った時はですね、本当にね、大収穫でした。うん、みんなに、いえ、すごいな、すごいなって言われました、うん。私たちはですね。恐竜の骨を掘った時ですね。最近の新しい方法でですね。その骨の形とか。と地層の中のどこで掘る。どこで埋まっていたのか。ね。 そのどこでっていうのは、ですねその骨が、まあ、これはアメリカですから、ね、北緯、何度、何分、何十秒、何秒、で、整形、これ、西ですからね、整形、何度、何分、何秒、何々何、これ、全部ですね、先ほどの,あの人工衛星を使ったですね特殊な装置ですね、骨一つ一つの詳しい測定をするわけです。そして、海抜何メートル出ます。 でそれをうするとですねどんな大きな骨もですねその骨が埋まっていた状態で泥の中に埋まっていた状態でそれをはっきりも詳しく記述できますしそれをコンピューターの中にポンと入れることができるわけですでそれをですねいく,いくつも測定した,人もた発見した骨を測定してもらってみんなそれをポン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 コンピューターに入れていきます だいたい一夏ですね、私たちは三十人くらいが参加しますけれども、一夏で二千個くらいの。恐竜の骨をですね、測定してコンピューターに入れてしまいます。これ大した仕事なんです。大きい声じゃ言えないですが、他の恐竜発掘のグループはやってないんです。私たちだけなんです。ですからね、まあ後でもちょっと話しますが、これは大変なんですも。問い合わせがあって、世界中の恐竜学者から。 まあ、エるわけけじゃないですけどねまあこれはちょっとその方法を簡単にです、ね、こういう装置がありましてです、ね、ここにアンテナがあるんです、ここに。で、このアンテナにです、ね、宇宙からですね、バーっと人工衛星から電波が来るわけです。そしてです、ね、私たちの意思、位置、これがすっかり分かるわけです。で、このアンテナに集まった人工衛星のデータを、ピュッとこれ下にある、このなんか変なその、えー、ロットですけど、この中にいつでもこれがつながるようになってるんです。 でこれをですね、私たちは持って、現場に行って、骨の上にそれを置いて、どこに、ど,どれだけこのあ、どれだけですね、あこのアンテナから離れ,離れたところにいても、ここから電波でもと、私たちは恐竜の位置、恐竜の化石の位置、それをで正確に出すことができるわけです。こういう装置を私たちは、ね、開発しまして、使ってます。まあ、これは今、実際使ってですね、骨を測定するところです。 先ほどのアンテナからここにどこにこのロットを持って行ってもここに電波がきますそしてこの電波はシューッと下に来ましてこの下にある恐竜の骨の上にピッと押すとですねそこが成形何度何度何度北緯何度何度何度海抜何メートル何度全部出るわけですで、この点をこの骨の中の二十点か三十点ポン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 やりますとこの骨が全くその形通りコンピューターの中に 入るわけです。これはすごいですね。テクニックですね。実際にこれやってるところです。で、こうやってですね、こういうその骨をですね、えー、私たちこれで、ね、まあ二じ二十点くらいその測定場所もありますけれども、でこれを測定しましてしまったら、もう骨をこの骨をですね、化石をどこへ持って行ってもですね、そのデータはちゃんと残るわけです。どこにこの骨がうずもれていたか、ちゃんとも何年経っても わわかるわけですでこの化石をどこへ持って行ってももう心配ないわけです。まあ、こういうテクニックを使って私たちはですねこの化石の記述をしてるわけです。まあ、これは先ほどのあの化石をですよコンピューターの上にあの映像を落としたものです。とうことこの上の方にこの骨の上の方に乗ってる別の骨はこれはこの下の骨が発掘する前に上にあった泥の中から出てきた 化石のののコンピューータの上での位置ですそしてこの先ほど言いましたこの骨の下に写っているものはこの骨よりも下に渦もれていた骨になるわけですつまり一つのコンピューターの画面にですね重な,重なり具合が全部わかりますし一つ一つの骨を乗っけてその下に何があったかも見ることができるこれは素晴らしい技術をですね私たちは使いながらこの 恐竜の骨の骨研究ししていいいいるわけです。す。ままああもしも必要なな方がっったたららコピーなさったらいいと思サウスウェスタン・アドベンチス・ユニバーシティですね。アース・ヒストリー・ミュージアムとまあ小さな博物館を私たち持っています。で、そのホームページはこうなっておりまして、swau サウスウェスタン・アドベンチス・ユニバーシティ・ドット・エデュケーション .edu ですね。ここに入りますとですね、その中にですね、オンライン・フォッシュル・ミュージアム。 ありますでここに私たちのデータが全部入れてあるんです。まあ普通ですね科学者はケチですから <laughs> 自分の研究はですねこういう形で発表することはほ,ほとんどないんです、ね。まあ自分の研究が盗まれちゃうなんて心配があることか,らもかもしれませんけど絶対追いやけにしないんです。ででも私たちはですね どんな化石でも、どんな動物の骨でも、これはやっぱり神様の証しをするものであるという信念がありますから、信仰がありますから、我々が発掘した恐竜の骨は、これは全世界の人々の使う大切なデータになるべきだと、オープンにしているわけです。誰でもこれをアクセスできるんです。何年か前ですね、4、5年前ですねあの、コロナのちょっと前、コロナのちょっと前でしたが、グーグルがですね、 年間のアクセス数でですね最高を取ったのがこの我々のこのサウスウェスタン・オドベンチャース・ユニバーシティのこのホームページのここだったというです、ね、発表があって私たちびっくりしました。ね、まあその後トップの座は他のほかのとこ行ったみたいですけどですね。ということは、ね、やっぱり、ね、世界中の学者たちが特に恐竜学者たちが注目してここを見てるわけですよ。そそしてうういう方々ののたために私たちの 夏の暑い時のその苦労がですねまあそういう形でお役に立つなら本当にうれしいことだなと私たち頑張ってやってるわけです残念ながらこの2年間コロナのためにですね私はアメリカに入ることはできませんでした来年こそはと思ってるんですけどね <laughs> 2年間のブランク私作ってしまったんでですねハンディキャップがあるななんて思ってるんですけどですね来年また頑張ろうと思ってますえ堀、ー、田 化石これはもうどこへ持って行っても構わないわけですから、もうちゃんと記録されてるわけですから、それをですね、丁寧に梱包してですね、そして私たちは一応、私たちの大学に持って帰っています。アメリカはですね、化石はうるさいんです。化石は全部、その化石が出た土地の所有者のものなんです。ですから私たちがここで掘ったものはですね、私たちもならないんです。ここの土地を所有している、ハンセンさんという方のものなんです、この化石は。 でまあ、特別に許可を頂い,いて何年間か研究のためにお借りしますと言って、まあ、私たちはですねこれは大学に持って帰っているわけです、うん。ちょっと見てくださいこの我々の,の掘ったもの、まあ、これはたくさんあるキャビネットの中のいくつかしかと皆さんにお見せしてませんけどねいろんなものがありますこれ全部一つ一つですね細かな記述がありましてそれがコンピューターに入っているわけです、うん。そういうことでですね私たちはですね 恐竜についてかなりなことがよくわかるようになりました。さて恐竜の大きさはどうでしょうか。ああ人々はね大きい恐竜大きい恐竜ばかり目がいってるんですが、実は小さい恐竜もあるんです。いるんです。ま、ね、あこれはあの恐竜の博物館で有名なアメリカユタ州にあるバーナルにある博物館ですけどですね。この中にも恐竜のまあサンプルと言いましょうか。 標本たくさんあります、うん、中にいきますとですね、背骨のほあ化石の、まあ、展示、それからこれは、ね、首の骨があって、頭があってなん、ね、まあ、こういうものを、えー、展示しております。うんまあ、この博物館はですね、博物館の半分がです、ね、崖がありまして、その崖の実際に発掘しているところが、博物館の中にあるわけです。ね、ですからすね、まあ、それはそれはもうすらしい博物館であります。うん これはまた別の博物館ですけどですねそこの骨を見ると馬かラクダくらいの大きさですねまあこれはかなり大きい象くらいの骨になりましょうか骨格になりましょうかと思うと犬くらいの大きさの骨格もありますこれはガストニアというチーターくらいの大きさですかというとこれは有名なステゴザウルスですねこれはかなり大きいですねというとこれはまた小さい犬です そばに立ってる坊やと、坊やよりも小さいね、犬みたい。これは大きいですよ。ね、キラトプシアン。え、ね、え、迫力がありますね。そばに立ってるお姉ちゃんも、かなりこれは体格いいんですけどもですね。とってもかなわないですね、これね。こう見ますとですね。大きな恐竜、小さな恐竜、たくさんあるんです。たくさん出ます。えっ、ー、と、二千六年。世界の巨大恐竜博。というのは。あの、千葉県の、あの、博、あ。 なんだあ幕張メッセで行われました開かれました、えー、早速行ってきましたが「世界の巨大恐竜」というまあ歌い文句だけあってでスーパーザウルスという、まあ、おそらく世界はっきり分かる恐竜で一番大きいスーパーザウルスこれは出てきてました頭の先から尻尾の先まで3 3ル もしも肉をつけて歩いてるのはこれは45トンあるだろうこれですこの大きいやつが展示されてましたまあそれじゃ何分間かそこにずっと立ってましたけどね顔を見ましたかわいい顔してました私スーパーザウルスよというような声が聞こえました <laughs> これは本当に大きな恐竜でございました恐竜の大きさは一体どのくらいあるんだろうかどういう大きさのものがあるんだろうか これ私ですねあのつい最近出版されましたあのニュートン中雑誌「ビジュアル恐竜辞典」というのがあるんですがその中のいろんな並,並んでいるデータをお借りしましてそのデータを私なりに表にしたのがこれなんですちょっとはっきりしないかもしれないですねこれ横は大きさメートルです頭から尻尾までの 長さが何メートルかってこれずっと横にあるんですここはゼロでこちらは一番こっち側に来てるのが、まあえー、40メートルか50メートルまでありますで、これ縦はですね高さはですねこの何メートルの大きさの恐竜は何種類あるかっていうことがここの数です、うんえー、ここがこ,こが100ですねですからここまで来てるものはこれ100種類 ここの長さ大きさの恐竜が100種類あるとまあこういうことを表しているわけです。まあ、だいたい大体見当がお好きになると思います。これはまあ私の作った図、山本源図ですね、はい。10メートル以下のものが大部分です。つまりこの辺が10メートルですよ。ここから下、これが大部分恐竜。恐竜、まあ、恐竜よくはっきり見えないかもしれませんが、だん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 小さくなって、この辺になったらほんんとん 種種類か2種類かずっと来るわけです先ほどの,あのスーパーザウルス 33m はこの辺です。1体だけ。うん、でこれらの全て今までここに出てきたここにはですね803種類か4種類の恐竜がここにあの本に載ってましたがそれを全部私は大きさで承認しましたらですねそのうちの大体3メートルから7メートルの大きさのものがですね こここからここまでの間に全部入っちゃうんです。であとはシューッと。ということはですね大部分の恐竜の大きさはこの 3m から 7m のところに収まってしまうということです。ここのところにですねほとんどの恐竜が収まってしまうですね。ということは恐竜は大部分は 3m から 7m までの大きさですということになるわけです。 スーパーサウルス3 3メーあルはめったにない恐竜であるということになるわけです。まあ、ここにその表を、まあ、表にしてみましたんですけどね。まあこうやって見るとですよ、まあ、スーパーサウルス3 3ルなんですがセイモサウルスって4 0ルのありますがこれは全部骨が出てるわけじゃないんです。ですからまあ本当かなどうかなちょいうところもあるわけですが。でこの中のこの中ですね大体4,000体長さがはっきりしている 恐竜を全部合わせるとですね、平均の大きさはこのやっぱりこの辺の辺りに来ると、3メートルから7メートルくらいのところに来るこういうことが分かったわけでした。で、こうやって見るとですね、はい、いろんな恐竜をここに書いてありますが、この恐竜、大きい恐竜があります、こんな大きいのもあります、小さい恐竜もあります、これ、ニワトリくらいですよ。ね、そして、人間の大きさがこれです。で、こういうところではい、 平均の恐竜の大きさは、この恐竜、この恐竜、このくらいの大きさであるということです。つまり、たくさん発掘されている恐竜の中で、大きさは、大部分は、これからこのくらい、ね。まあ、形で言うならば、馬、牛、ラクダ、羊、ライオン、トラ、パンダ、まあ、パンダってなわかな。<laughs> 残っている足跡とか、 そういうことから考えると、私たちの家畜、ちょっと大きめの家畜、それがですね、恐竜の平均的な大きさであるということが、これははっきりしてるんです、データ的に。決して大きいのも、おりましたよ、大きいのも見ました、小さいのも見ました。しかし、大きいのばかりじゃなかった。小さいのばかりじゃなかった。平均は、大部分は家畜くらいの大きさだったっていうわけです。ね、さあ、 先を急がなくちゃいけないね。恐竜の食べ物は何だったでしょうか。これも子どもたちの大きな質問です。歯を見るとわかります。ね、鋭い歯を鋭い歯を持っている恐竜は肉食の恐竜だったでしょう。これは私たちが我々の路頭で掘った恐竜です。ナノチランルスって言います。ナナノがつきますからチランザウルスの小さなものってね小型 小型,小型チラノって言いましょうかねまあこれも一つのあ種類になってますがこれを掘り出しましたそれは上あごと一緒にですね歯がついているのが出てきましたこれはもう鋭い歯があって肉食だがすぐ分かりましたその同じ場所で下あごも出ました上あごと下あごは恐竜の上あご下あごは一緒に出るってことはこれ滅多ないんです、ね、下も出ました下もまたですね上に向けて歯がついてます、ね 鋭いこの歯が歯を持つ肉食の恐竜ということはわかるわけです。あこの肉食恐竜の歯を見るとですね不思議にエナメル質でピカピカ光ってるんですよ。ね、尖ってます。こんなになってますよ。ところでよく見るとこのヘリと言いましょうかね縁と言いましょうかここがですねギザギザとノコギリ状になっているんです。つまり噛みついたり肉を裂いたりするのにすごいよくできているんですね。 まあこういう歯があるとこれは間違いなく肉食恐竜でしょうね、はあはあ。これを見たらうっかりこの中に頭なんか入れたくないですね。肉食獣。じゃあ一方ですね、草食恐竜の歯はどうでしょうか。スプーンや臼の形をしているのが普通です。これはまあスプーンのような形してますね。臼のような形をしているのもあります。これがだいたい 草食恐竜の歯です。わかりますね。草をと、えー、刈り取って、そしてカシ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 して食べるわけです。これは私たちが発掘しました草食恐竜の上顎です。そして下のところにですね、先ほどの先ほど見たこれがですね、この下のここのところにずらーっと並んでるわけです、うん。同じところから下顎が出ました。これまあちょっと暗いですけど、下顎にはですね、これ ずっとこう溝がたくさん,つい,ん、ね、ここついてるんです溝がこれ右と左ですねここがついてるんですでこの溝のこの溝のここの中にですね実は先ほどのあの小さな草食恐竜の刃がずらーっと並んでついてるんです埋め込まれてると言いましょうかねですからですねこの上顎の右か上,上顎いや下顎だ下顎の右、えー、左でこれ一つだけで200本くらいあの小さなのがついてるんです ですから下の顎だけで400本くらいになりますかね草食恐竜の歯。で上顎上顎は下顎ほどミスじゃないですけど上顎の歯を比べたらこれおそらく500本くらい歯があるんじゃないかなと思いますね。これが先ほどのスーパーザウルスの歯であったわけです。ね、これは明らかに草食恐竜だと分かるわけです。スーパーザウルスがですね、はい、自分の歯を見せてくれてます。 黒い葉になってましたおはん黒でした <laughs> でも明らかにこれはね草食恐竜の肌ってことは分かりました私草食恐竜よベジタリアンなのと言ってるような声が聞こえましたはいこれはねテキサス州にあります恐竜公園にある博物館その中にありましたパネルでした、うん、このパネルはですね、まあ たくさんの学者がいろんな知恵を絞って書いたパネルがたくさんあるんですが、その中の一枚ですが、縦に10頭、横に10頭、10かける10で全部で100頭の恐竜の絵がついてるんです。ところが、そのうちの5頭は赤く描いてます。あとの95頭は黒く描いてます。そして解説がありました。黒い恐竜は草食恐竜である。赤い恐竜は肉食恐竜である。 ここに100頭の恐竜がいたとすると、そのうちの5頭は肉食恐竜で、残りの95頭は草食恐竜であるというのが、このパネルの学説、説明でした。世界中に発掘された恐竜の大体全部と言いましょうか。ねまあ、それを集めてですよ、集めて、まあ、データで。それでその数、数えるとですね、はっきりしていることは、 発掘された恐竜の95%は草食恐竜、5%が肉食恐竜です。100頭いたら5頭だけが肉食、あとの95頭が草食。これがですね、実際の恐竜の肉食と草食の日です。そう考えたらどうなりますか よくこういういい絵があるじゃないですか1頭のね哀れな草食恐竜それを3頭5頭の獰猛な肉食恐竜が取り囲んで襲いかかってその草食恐竜に噛み付いてそれを食べてるそういう絵がありますよね。ねそれは子どもたちの絵にあるんですよその獰猛なものすごい絵が。でもあの絵は嘘でしょ 1>, 1頭の草食恐竜がいるならばそしてそこに5頭の肉食恐竜が取り囲んで食べようとしているならば1頭の草食恐竜で5頭の肉食恐竜がいたらどうですかあと周りには九十何頭の草食恐竜がいるはずだ数から言うとそうなったらですねあのバトルは全く逆なんです ね、一頭の肉食恐竜がいたらその周りをざらりと大きな角のある草食恐竜が取り囲んで「お前たち肉を食うもの我々を食おうとしてきたものよ行ってしまえ!」と言って一頭の肉食恐竜に襲いかかるに違いありません。ね、巷に流行っているあの恐竜の絵あれは注意して見なくちゃいけません。ね、全く違うことが書いてあるわけです。 草食恐竜は肉食恐竜の約20倍ありますですからですね1頭2頭3頭肉食恐竜がいればそれに20倍20倍20倍の草食恐竜がいるってことですしかもですよ大きな角のあるトリケラトポスなんていうような草食恐竜はですねこれは1対1でもチラノザウルスと負けません1対1でも負けない そういう草食恐竜がたくさんいるということを考えたらですねそうそう簡単に、ね、ああいう絵は描けないと思うんですけどもですねあれが流行ってること私は非常に胸を痛めてます、うん、恐竜はどんな生活をしていましたか、まあ、今食べ物のことを話しましたね食べ物から出てきたことは恐竜の肉食と草食の数の比が出てきたということですねさあそれじゃあ恐竜はどんな生活をしていましたかこれ何ですか卵です 恐竜は卵かからら生まれまれしたそうでですすねね爬虫類ですから、ね、ところがですね卵をまとめて産んでましたが恐竜は大体いい巣を持ってましたそしてその巣にあ卵を産むんですからメスでしょうねメスの恐竜は上手に並んで卵を産んでるんです丸くですからね恐竜の巣には卵はバラバラに産んでるものもありますけれどもこのようにきちんと丸く 実に気化学的に卵を産んでるそれが恐竜だということです見てください、ね、これはですが、ね、我々が卵恐竜の巣を発掘したときにそこに発見するものです恐竜の巣これはみんなこういうふうにこう丸く卵を産んでるということですこれはですね、そういうその丸く産んだ卵をお母さん恐竜でしょうかお父さん恐竜でしょうか孵化して温めているこれは模型ですけどね ほらあの韓国の恐竜博物館韓国はですね恐竜の産地ですあの国はですねたくさん恐竜が出ます特にですね恐竜の足跡では素晴らしいのが出てくるんです羨ましいですね私はねあの,あの韓国のですね南の海岸ですね南の海岸に特にたくさんよく出てくるんですちょっと海で 行くと対馬海峡があって対馬半島があってそして対馬列島があってそれすぐ日本ですよあの海隔ててね韓国にはあんなにたくさん恐竜が出てくるんです。とか日本はどうですかあこの頃言いますよみんな日本もとうとう恐竜王国になったなってあ大々的にいろんな県でですね博物館作ってそしてね大人を集めしてますけどねああどういう恐竜が出たんだろうなって言ってみるとですねあこの県で出たのはこの葉一本でございます。 この小さな葉一本あとある恐竜の骨は全部レプリカを買ってきたものまあそんことあんまり言っちゃおいしかないかもしれませんけどねがっかりしますけどね、まあ、日本は恐竜の骨が出てきたら出てきたら言うけど出てきたものは本当に貧弱です、ね、韓国に比べたらですねもっともっと骨が出なければですね博物館なんかとっても作れたもんじゃないでしょうと思います、うんまあ、これはですねテキサス州のです。ね 巣がたくさん出てきました。その一つの地層にですね、200恐竜の巣がありました。そして大部分の巣には卵がありましたけれども、中にはですね、卵が割れて、もう中の恐竜が孵化して出てきた。そしてその出てきた小さな恐竜がその巣のところで死んでいた。そんな巣もある。200巣があったんですよ。で、これを見るとですね、明らかに この卵を産んで育てた恐竜親恐竜がここにいたってことですよね。親恐竜の本には残念ながらそうたくさんないほんの破片しかないんでね詳しいことわからないんですが巣があって卵があってちっちゃな恐竜が出てきてるってことは昔ここは集団育児の場所であったと言えるんじゃないかと思うんですね恐竜は集団で育児してました子供を育ててました明らかです。足跡見ましょう これはあの海岸の韓国の南海岸写したりした写真ですがね足跡がずっと海の方に向かってついてますよ、ね、いくつか並んでついてるんです海に向かって恐竜は歩いてるんでしょうけどもまあこの恐竜がここの柔らかかったであろう土の上に足跡をつけた時にそっち側に海があったかどうか分かりませんけれどもですね足跡はこちら側についてるんです,です、ね。足跡を見ると恐竜が どどういううういいい生活をしたたうううに動いてたかかわりますこれはアメリカのどっかにあった恐竜の足跡ですが並んでます、うん、ああさっきのとこじゃないんですが実はテキサス州にですねバルクスイって川がありましてその川はですね川底に恐竜の足跡がたくさん出るってことが分かってますですからですね一年に何回かですね科学者のために川の上空上流でせき止めしてくれて そして日上がったところを研究者がその川底にある足跡を研究するそういう時間があるんだそうですところがですね夏はですねその川の下流の方をせき止めるんですそどうどうなりますかそうすると水が溜まりますよねそうなんです夏はここプールになっちゃうんですこの川が、ね、せき止めてプールになっちゃうでこの 海,のああ海じゃない川の波の下に、はい、我々にしてはもったいない恐竜の足跡がたくさんついてるんですよここで泳いでる人まそんなこと全然知らないんで、ね、キャッキャッキャッキャ,ッキャッやってますけど、まあ、私たちはですね何とかしてねあるそこはあと思うんですけどねさすがアメリカですねおおらかですね <laughs> 夏になるとですね恐竜の足跡の上で水泳してるわけです。 まあこれはあの短い、えー、狭いところにたくさん足跡があるということの写真ですけどですねたくさん足跡が出てきますその足跡をです、ね、写してですね見ると恐竜がどちらの方向にあり歩いてるかなんかよく分かるわけですねこれこちらの方向にこちらの方向に大体いい歩いてるのがありますけどこれ丸ポンポンですからこれは大体草食恐竜ですねところがこれには三本指の恐竜もありますねそれでこれは肉食ですよ 逆の方向を歩いて、これ一体どういう足跡だろうなといういろいろな物語がここできてくるわけですけどね。これ見てくださいこれ、いろんな方向に足跡が出ています。それもですね、草食恐竜の足跡もついている、肉食恐竜の足跡もついている、それが入り組んでいるんです。たくさんついています。まあ我々はこれをですね、まあ、恐竜の銀座だろうと言っています, <laughs> でもです、ね。いろんな肉食食と草食の恐竜が 同じ時間同じ時期にこれ行ったり来たりしてるんでしょうかね、まあ、ちょっとわかりませんでもですねこの足跡見ると決して喧嘩したり噛み合って食べたりしてる足跡じゃないんですということはですねこれやっぱり恐竜はですねそんなに喧嘩したりなんだりしないで平和に暮らしていたんじゃないだろうかなと思うわけですこういう足跡もあります一斉にずっとこちらの方向にみんな並んで歩いてる恐竜の足跡です でよく足跡を見ると、これはですね、明らかにプロントザウルスという恐竜の足跡があることが分かりました。で、この足跡の上に、そのプロントザウルスの実体を載せてみました、こうなるわけです。たくさんのプロントザウルスがです、ね、あちらへ歩いてます。大きいプロントザウルスは真ん中で、小さいものはその周り、そして、そっとこちら側、こちら側には若い、元気な恐竜の足跡がある。 こういういいがずっと続いてんですこれから考えられることは恐竜は集団で移動したってことですはい真ん中にリーダーでしょうか大きい恐竜がいてその周りに小さな恐竜がいてそしてさらにその周りをです、ね、頑丈な恐竜が守りながら移動していたこういう恐竜をですねこれはそうする恐竜を襲うような愚かな肉食竜は恐竜はいなかったでしょうね これはまた別の絵ですけどね。こういう形で恐竜たちは移動していたんじゃないだろうか。さあどうして恐竜はいなくなったんでしょうか。恐ろしい事件が起きました。ね、恐竜は今から6600年ほどの6 6 0万年ほど前、地球に落ちてきた隕石が爆発して、それが巻き上げた塵とか泥が太陽の光線を遮り遮りって何ヶ月も何年も 太陽の光線があんまり地球に来なかったんで植物が枯れちゃって氷河時代になってしまって食べ物がなくなって恐竜は絶滅したっていうのはこれは大体今言われている定説ですしかし私たちはですねあれだけ大量の恐竜たちがいなくなった死んでしまったそのわけはこれはもっと別なことじゃないかそうです聖書にあるような世界を覆った大洪水が起きて 大部分の恐竜や動物たちが滅びたとその方がずっと信じやすいと思うわけですその一つの証拠はですね一体まるまる出てくる恐竜が恐竜の骨があるんです普通稼ぎはバラ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 できますそれは普通ですですから頭がこっちで遥く向こうに足があってとかところまるまる一体固まって出てくることがあるんです で固まって出てくる時は大抵その恐竜はまあ私は「ふ死の恐竜」っていいますが「助けてくれ」と叫びながら死んでしまったような形をしてるんです。口を開けてますよ頭首がグッと曲がって背骨があって肋骨があって前足がここで折れてます後足はここでぐちゃっと曲がってます尻尾がグッと曲がってますこういう形で泥の中に砂の中に渦もれるってことは「助けてくれ」じゃないでしょうか。 ですね不思議なことに一体まるまる出る恐竜の化石は大抵こんな形してるんです大抵こんな形してるんですこんな形で出てくるんですこんな形なんですこれは紛れもなく恐竜はですね死の直前まで苦しみながら助けてくれと言いながら。 死んでいいったんじゃない、まあ、この後ですね泥にまみれて砂にまみれてバラ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 になってちりぢりバラバラになったこともあるんですが運良く、まあ運浴という言葉があれですがまとまったまま化石になったものもあるということですねこれはあの中国の四川省の洲根というところですがこれは中国の有名な化石の恐竜の化石の出る場所ですけれどもこれは何十人かの人方が掘ってますがそれの何百枚分あるような 骨がここにまままっっっても掘ってててすす掘掘もも出てきます、まあ、私はこれは何十年か前からここに、まあ、何年かに一度行ってますけどですね何年行ってもです、ね、さっぱりなくならないんですこの風邪はですね <laughs> あれだけ中国の方はたくさん頑張ってるんですけどなくならないですね、うんえー、もう急がなくちゃいけないんですけどねこれはですね2000年紀元2000年に、えー、サウスメインコーリーですから私たちのホテル中くつある 路頭の南の方にある一つの路頭で、2000年に掘った恐竜の骨をコンピューターの上に出したものです。それがですね、次の2001年に掘ったものをその上に重ねます。こうなります。少し増えましたね、2001年。2002年、もう1年かかって掘ったものをこの上に重ねました。これだけ増えました。さらに2003年、掘ったものを重ねました。 2004年掘ったものを重ねました2005年に掘ったものを重ねましたこれをね全部私たちコンピューターの上でできるんですそうするとね毎年毎年どれだけでこれはね今これ平面図ですけどこれ断面図でも見れるわけですよ毎年毎年掘っていくとどうなって増えていくかちゃんと分かるわけですよ、ね、2006年2007年まあ私のコンピューターにはこれまでしかデータ入ってないですけどねもう今年は。 21年ですからねもっともっと増えてるでしょうねこういう化石そしてこのピカピカに光ってるこういうことをですねずっとコンピューターの上で調べてみるとこれはもう間違いなくこの大量の化石は水で運ばれたということが分かるわけです、ねまあ、これはね本当に急がなくちゃいけないですね上の方ほどね小さな化石地層のですよ下の方ほど大きな化石こう出てくるんです。 これはです、ね、どーっと水に巻き込まれて泥の中に入って流れていったら当然下の方に大きい石があって上の方に小さい石があるこれよく見ますよねこれと同じです、うん、こういうことからのものですから大量の水によって恐竜は流されてそして渦漏れて我々の目に今化石としてというこういうデータを見てみるとですね恐竜はノアの洪水が事実であったということをですね はっきりと化石になって私たちに示しているわかるわけですお祈りします愛する主よあなた様はこの世界を本当に素晴らしく作ってくださいましたが人間の罪によってまた醜いところとなってしまいました大勢の者はそれによって苦しみましたそしてとうとうその罪が悪が世に見してあなた様は全地を滅ぼす 洪水を起こされました救われたものはわずかでありましたけれどもこの大洪水は全ての動物たち植物たちを飲み込んで死に至らせましたその原因は人間の罪のためでありました人間の罪のために多くの動物たちも植物たちも死んでしまいました我々はその罪の いいなくちゃいけません。そしてもうその罪から立ち直ってこの罪を許すために地上からおいでになったイエス様のあがない救いを信じてやがておいでになるイエス様と共に願わくは滅びた動物たちとも一緒に御国へと登りたいと願います主をどうぞあなた様を信じてあなた様をあなた様にお従いして歩むことができますように。 我々を導き助けください御言葉によってそれを学ばせてください愛するイエス様の御名前によってお祈りいたしますアーメン山本先生メッセージをありがとうございました今から賛美をいたしますその間に講演をお聞きくださいました皆様にはアンケートにお答えいただけましたら幸いです 賛美を聞いている間に YouTube または天沼協会ホームページに記載されております URL からアンケートにお答えいただき送信してください。それでは賛美をいたします。